2019年11月22日金曜日、4時回りました。午後4時ですね。もうですね、だいぶなんか暗くなりかけてますね。今日は曇りっていうこともあって、ちょっと薄暗い感じがします。今ですね、林間ふれあいの森公園の駐車場にいます。ここのですね、公園駐車場でのですね、勝手に車中泊なんですけども、今日がですね、最終日、まあ今日というか昨日ですね、が最終日で、今日これからですね、ゆるびの館に行って、まあトレーニングとお風呂ですね、入って、あとはですね、林間公園の方にですね、まあ2日ぐらい行って、それからですね、四国の方へ、向かいたいと思います。で、今日はですね、これからですね、ゆるびの館までですね、大体3キロぐらいだと思うんですけども、その距離をですね、動画で、通りながらですね、行きたいと思います。で、長期滞在でですね、この林間町、まあ、倉敷とですね、林間町、まあ、長期滞在、してですね、いたんですが、その時はですね、もうトレーラーをですね、切り離して、まあ、ここのですね、ふれあい公園、ふれあいの森公園ですね、トレーラーを切り離して、いました。そうですね、最初はですね、倉敷市とですね、林間町行ったり来たりですね、してる時はですね、切り離さないで、連結したまま動いてたんですけども、林間町にですね、長期滞在するような形になってからですね、この公園にですね、切り離してですね、トレーラーだけずっと、まあ、置きっぱなしの状態でですね、そうですね、ああ結構いましたね。もう2週間、3週間近く、切り離し、3週間、あ、3、21日だから、そうですね、3週間近くですね、3週間近くちょっと切り離してですね、いました。で、今ですね、ちょっとふれあいの森公園からですね、この道に出るところですね、ちょうどカーブになってるですね、出るのがですね、ちょっと本当に注意しないとですね、危ないところなんですよね。見えませんのでね。ちょうど軽トラが見えたんですけども、まあ、あ、止まるか、あ、行こう、止まるみたいな感じにちょっとね、なっちゃいましたけど、まあ、それほどスピード出てなかったね、軽トラだったので、よかったですね。やっぱり東京でバンバン走ってた頃と違ってですね、ちょっと判断力がね、少し鈍ってる感じがね、もう自分でも分かるんですよね。昔、以前でしたらね、東京バンバン走ってる頃でしたら、あんなにちょっと躊躇しちゃうみたいなところはなかったですのでね、もう行くときはもうバッと行く、もう行かないときはブレーキ踏んだままみたいな、そんな感じだったんですけどね、やっぱりね、仕事を辞めてですね、こう、まあ、どっちかっていうと、のほほんという、まあ何の予定もね、立てずにっていう感じで、まあ、そうですね、移動する前に、ここ行こう、あそこ行こうみたいな感じでですね、特段時間制限もなく動いてるので、やっぱりですね、頭の回転もですね、悪くなってくる感じがなんかしますね。ちょっとした、ところをね、ちょっと忘れ物しちゃったりとかね。それだけですね、なんだろう、なんて言うんでしょうね、まあ、頭を使わないで生活してる
る状態っていうんでしょうかね。まあ、車を運転してるときね、特にあのトレーラーをですね引いてるときはですね、まあそれなりのですね、まああの気はトレーラーを引いてないときと引いてるときではですね、やっぱりその注意力というかですね、注意の仕方はやっぱり変わってきますけどね。まあ、それ以外はですね、もう油断しっぱなしでね、もう風までちょっとね、映っちゃってね。油断したわみたいな。結構油断してね、車の足回りを痛めちゃってたりね。まあこれはどうしようもないよもうっていうのも、ね、ありますけどね。ちょっとやっぱり注意力が、ね、足らなくて、まあ車足回りホイールタイヤ痛めちゃったとか、ね、そういうのちょっとありますからね。そのあたりはね、もう本当に注意しないといけないです。今これ道路とかね、走ってると、まあ、ほとんどのところがですね、まあ、ここはちょっと消えかかってたりしますけどね、白線がね、あったりするじゃないですか。中央の白線じゃなくてね、この側道のところの白線がこれあるじゃないですか。まあ普通の大体の道はね、こういう白線があったりもするかと思うんです。特に中央車線が引いてあるね道は、ただ中にはね、中央車線がある道であっても、この白線がもう引いてないところもね、ありましたからね。なのでね、もう初めて、しかも夜そこをですね走りましたからね。そういうところもあるっていうのをね、もうね認識しましたからね。夜走るときには夜ね、よりね注意しないといけないです。林間町はですね、その、まあ、お風呂、まあ、トレーニングとかできる場所がですね、そのゆるびの館の中にありまして、で、最初は図書館でですね、コンセントを借りれないかなっていうことで問い合わせしてですね、貸してもらえるっていうことで、で、林間町に来たんですね。で、まあ、最初はその図書館でですね、借りてたんですけれども、図書館に行く手前にですね、通路際にですね、机と椅子が置いてあるちょっとフリースペース的なところがあってですね、そこにもコンセントがあってですね、そこでもうパソコンしてる人がね、いたので、あ、ここでもできるんだと思ってですね、そこでですね、最近はパソコンをさせてもらってるんですけど、そしたらですね、いつの間にかですね、ちょっと図書館の中に入ってね、ちょっとパソコンを使わせてもらおうっていう時があってですね、そしたらですね、図書館の中でのパソコンはもう使えなくなっちゃいますね。コンセントは貸してもらえなくなりました、図書館は。ただゆるぎの館のそのね、図書館に入るね、2階にあるんですけどね、2階のそのフリースペースのところ のコンセントを使ってくださいっていうような形になったようです。
なので、早川町のね、図書館にね、問い合わせてね、コンセントを使えますか、貸してもらえますかって言った時にね、ああすいません、もうちょっと図書館内ではコンセントをお貸しすることができないんですって言われてね、ああそうな、そうな、変わっちゃった、みたいな、なんか使えるっていう話だったんだけどみたいな、聞いたんだけどとか思いながらね、そこで終わっちゃうと、もうね、本当はゆるびのね、館でね、コンセント借りれるんですけれども、もう借りれないと思い込んで、もう終わってしまうみたいな感じになってしまう。で、ここもですね、ゆるびの館もつきました。左側がですね、ゆるびの館で、右側が林町の役場ですね。で、いつもですね、このゆるびの館のですね、もう近いところのね、駐車場に停めるんですけども、もう今日はですね、トレーラー引いてるので、もう一番遠いところですね、の駐車場に、停めたいと思います。近いところの駐車場はですね、トレーラー連結したままね、停められないんですよね。もうはっきり言って2台分必要になりますからね。ただこういうね、駐車場もあってね、良かったですよ、止められる駐車場があって。それではですね、ゆるびの館の駐車場着きましたので、これで終わりたいと思います。ポチッ。